はい、ブリーチをしていくんですけれども、ゴール地点が、結構明るめの2回から3回ぐらいブリーチした、ハイチューブ TV。 メッシュっぽいグレージュのスタイルですけど、まずメラニン色素がちょっと多いのと、多いです。で、あと少し背があるようなので、光の反射がやっぱりかなり難しいかなと思うので、多分通常よりブリーチを多くしていかないと透け感が出せないのかなっていう感じがしました。ただ、まあ、今日は1回しかブリーチできないので、ブリーチを1回で、色をかぶせるっていうことで、やっていきたいと思います、はい、でまずこの状態で塗っていくと色ムラが絶対できるので、紙に1回水分をしっかり入れて、で、その上からちょっとブリーチの工程をやっていきたいなと思いますね。今前頭ブリーチしてるんですけれども、まだ中間、根元から中間のところが追いついてきてないので、ここから先は以前ブリーチしてるんで、そこはある程度上がってきたんですけど、やっぱり1回のブリーチだと根元の、メラニン色素の関係でかなりオレンジが出てきてしまいました。なので、そこはカラー剤で調節することにしてですね、毛先の方ただもうちょっと行きたいので、毛先のところですね、この前回ブリーチしてるところですね、この部分はちょっともうこれ以上置きたくないなと、危ない、結構ね傷んできてるんで、そこはですねこういうふうに一回薬剤を取ります。このような感じで、ちょっとつけますね。でこれでもまだブリーチは進んでしまうんですが、多少、進むスピードが遅くなるので、それでちょっと調節しようかなと思います。ちょっと酸性の水につけてますね、これは。で、このように絞っていきますね。で、この辺はもう進まないような状態を作ります。あと顔周りの毛も結構ダメージが強くなりやすいので、サイドの毛も同様にちょっとつけていきますね。これバックの位置でサイドつけちゃうと、サイドは毛先しか届かないので、毛先の部分しか、止まってない、ストップしてないことになるので、サイドはサイドで別にやった方がいいです。